そして北の後ろを選択茨城の木村貴博見せ場を作りたい広島の水戸貴則水戸には同県の前反りそして大阪勢前田小林が続いていきます4コーナーカーブ残りは3周まだ縦1列変化ありません先頭はオーストラリアのパーキンス2番手福岡の西田即席コンビマ真船圭一郎ここは水戸相手に届いた動きを見せるか さあここで水戸高則が車を上げていきますじわりじわりと戦いを仕掛けにいきます水戸高則水戸には前反り前田小林がマーク4車結束の西日本ライン4コーナーカーブを出ました真船を抑えさらにパーキンスを抑えて先行体勢に入りました水戸高則2番手同点の前反り2番の真船慶一郎5番手をキープ一方を下げたパーキンス 8番手に置かれる展開でジャンが入ります。ジャンと同時に真船圭一郎もスパートをかけていく。さあ4番の水戸孝典を強引に叩き切ったのは2番車真船圭一郎。続く7番の中村俊之介、追って9番の木村。 4番、1番体制から5番車さあ、パーキンスがまくっていく6番、西田はついていけないバックステージから3コーナー真船先頭を早くも捉らえた5番のパーキンス焦点は2着争いだ4コーナーから直線圧倒的リード5番のパーキンス人気に応えました2着は7番の中村俊之介か 松岡に目標を絞っていくのが岡山の2人、森安、小川であります。ラインは3人ずつに分かれた綺麗な3分線。正攻法からの組み立てはシェーン・パーキンス。現在8連勝。今日はラインが成田と佐藤と言います。中断は片折。り。積極タイプの片折りに朝倉・松岡マーク。そして松岡・義隆には森安・小川。 まずは西の遠征ラインから上昇戦いを仕掛けにいきます岡山の2人を連れて熊本の松岡義孝が上昇ですまずは正攻法のパーキンスを抑える松岡義孝一方5番の片りも動いて残り2周パーキンスを抑えた松岡義孝をさらに抑えて先行体制に入りました大方の予想通りやはり埼玉の片りが風を切る3番松岡義孝は4番手をキープ 一方2番のシェーン・パーキンス7番手に置かれる展開さあ腰上げてスパート5番の片り良太が見せ場を作る番手は1番の朝倉義弘主導権を握った関東勢中段4番手は3番の松岡義孝さあ7番手から枠く2番シェーン・パーキンス7番の投げた必死についていく3番手そして2番手まで来た1番朝倉が2番パーキンスを止めれずパーキンスが逃げる5番の片りを捉えました先頭はパーキンス7番成田を振り切ってゴールイン そのの志村の一発に期待、レース校社東京の朝倉義弘ですラインは細切れ4分線となっていますが日本勢の軸となる3人はいずれも自在タイプ外国人選手を相手に果たしてどういった動きを見せていくのかパーキンス正攻法現在9連勝果たしてこのパーキンスを止める選手はいるのか番手はドミトリエフパーキンスを止めるのはこの男か小野 東と南関勢、一方浅久で連れて志村隆輝がまず戦いを仕掛けに行きます。パーキンスを抑えてインを切る4番の志村隆輝。関東勢に続いていく東北、青森の長澤武史、赤番を通過、抑えられたパーキンス車を引きます。さあそのパーキンスの動きを警戒しながらペースを上げていく4番の志村隆輝。 2番の長澤は3番手ここで9番、小野が地元の東を連れて一気に仕掛けて出ました小野が最終選考番手は地元の東一方早くも後方から3番のシェーン・パーキスが動いていく3番手キープそのまま追いつく勢いで難関勢を捉えていきます きっちりと追走しているのがデニス・ドミトリエフ、最後はジムな外国勢、ワンツー体制か、2番の長澤もまくって最終3コーナー、先頭、パーキンス、パーキンス先頭、ドミトリエフ、そして5番の成田が中を割ってきた、さあ、3人の争いとなったが、5番の成田和也か、成田が出たか。